ピョンピョン亀でーす。ラッコ山でーす。俺だ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 、アペトだぜ俺で。カメリズム、カメリズム。はい、今日はですね、おうおう、スタッフの持ち込み企画でございます。おお、なんだ、なんでしょう。気になりますか。気になる、ね、気になります、うんうん、今日はですね、うん、今まで散々たくさんの動画を出してきましたけど、出してきた ね, ね, ね、うんうん、その中でも、うん、一番再生回数の低かった、はいはい、ワースト3を発表して、ちょっとね、反省を込めて、反省を交えてか、うん、ちょっとね、振り返ってみたいと思います。あ、いいね、うん、ワースト3、確かにね、なんだか気になるわ。気になるよな。気になるでしょ、うん、なるなる、なんでね、うん、こうなったのか。そう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 。ちょっと今からね、うん、発表していくんですけども。はい、おうおう、お願いします。はい、じゃあ、ワースト3。はいはい。はい。真剣に企画会議をするはずが、意外な結末に。よし、あー、覚えてる？あったね。あ、なんか、あ、なんか、ような気がする。これが、ベスト、ワースト 3？ ワースト3。おー、真剣に。あー、確かに。あ、あったな、それ。うんうん、あの普通に企画会議して、うん、で、あのアペタもね、ちゃんとそこに一緒入ったけど、そう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 、それでなんかあのなんか変なリズム取り出した踊り出したっていう、そうそうそう、ああ、うん、それだよな、ね、そうですね、そうですね、何がいけなかったか、ちょっと待って、何なんだろうね。いや、確かに、ね、最初の方はね、真面目に考えてた、うん、結構ね、最初の方はね、うん、だからそういうところはね、うん、真面目にね、考えてるんですよってアピールするところはね、いいところだと思うんだよね、うんうんうん、で、なんでダメだったんですかね。なんでだったんだろうね、うん、多分ね、真面目に考えてたのに、うん、この後どうなったんでしたっけ。なんか、リズムに合わせてなんか踊り出したんだよね。そうだね、うん、だよね、ちょっとね、うん、うん、そうなった、それが多分趣旨から外れたからっていうのはある。あー、それでか、うん、趣旨から。あと最初の方になんかさ、なんかこんなことしてたような、それがなんかいや、それは関係ないんじゃない。関係ないかな、それは関係ないと思う。それ関係ない、うん、あ、そっかそっか。じゃあよかったね。え、どうした。え、俺が突っ込むんだよ今。俺が突っ込むんだよ。何を言いたいんだこの野郎って。俺のその自己紹介に文句あんのかって言おうかなと思ったら、いや、それが関係。いや、だってね、うちら二人の時はね、そういう低視聴率にならないと思うんだよね。え、初めて出た時じゃ、出たからじゃないのかなって。いや、初めてじゃないっすけど、これ。あ、そうだっけ。もっと前からちょこちょこ出てはいるよ。出てるか。あ、そうかな。おっちゃん、待って。え、ちょっと待って。え、あのさ、うん、人のせいにしないで、人のせいでしないでくれます、うん、うんじゃねえよ、お前。あんたも一緒になるよ、こっちで。まあまあまあ、そこはね、うん。じゃあちょっと、いい点ってあります。いい点、うん、これに関して。いい点は、いい点はね、やっぱりね、うん、楽しければいいんじゃないですか。楽しければいいですからね、うん、まあ楽しいなっていうのがね、うん、うん、伝わって、ね、伝わればね、はい、うん、いいと思います。はい、じゃあ次行きましょう。おう、はい、第2位でございます。はいはい、ラスト2位。ラスト2位、うん、はい、なんだ。第1回チキチキ危機満点デュー。あったな、あったあった。あれぞ、これ確かあのアイマスクして何しかあったやつの中でどれがマウンテンデューかってやつでしょ。そう、カメさんの味覚をね、確かめてみたってやつですね。うん、ちょっと個人的には目玉企画ではあったんですけどね。まあ、もう少し伸びてもよかったっていうのもあったよね、やっぱり。なんで伸びなかったんですかね。なんでだろう、なんでなんですかね。多分何かインパクトに欠けたのかもしれないね。じゃあいい点もなさそうですかね、これは。いい点はまあ結局結果的にはまあマウンテンデューこれだっていうのをちゃんと分かってんだなっていう。あ、しっかりとね、うん、まあ、しっかりと当てましたもんね。そうそうそう、ね、そこぐらいかな、多分、うんうん、そこぐらいかな。じゃあ最後の、うんうん、いよいよ、はいはい、1位を、はいはい、発表したいと思います。1位か、1位なんだ。これは一番ですからね、再生回数低いのは、うん、第1位は、第1位はコードギアス反逆のルルーシュを語ってみた。これ俺一人のやつじゃん。俺いない時じゃん。そう、 あの本当の初期の初期、そう、本当の初期だよな。ああ、なるほど。なんかほら、まあ俺結構アニメ好きだから、はい、それでなんかキャラ真似するかっつって撮ったやつだ。あー、モノマネシリーズね。そう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 、それか、低かったの。それが一番低かった。うん、まあやっぱりなんだろう、見てる人しか分かんないっていうのもあったんじゃない。
ああ、見てて、うん、確かにね、コードギアス自分はね、見たことないんですよ、正直言うと。うん、だから何やってんの部分ですかね。うん、何やってるんだろう、うん、ってなるわな、確かに。これに関しては、ほんとね、うん、全然わかんない。ちょっとでもね、全然わかんない。ね、確かにな。そう。誰の真似してんのっていう感じだもんね。そうそう。だってこれね、うん。まあ初期の頃だからもしれないですけど、うん、コメントもね、うん、1件なんですよ、ね、1件、うん、たった1件1件で、うん、それも、うん、今日も置いてある満天竜っていうねじゃあなんだそれコードギアス誰も興味ないっていうね、うん、そりゃ低いわけだ。そう低いわな、そりゃ。まあ懐かしの動画ではあるんですけどまあね、まあこれが結果としてうんうんうん、うん、過去で過去一番のまあ、うん、ワースト、はいはいはい、動画でございました。まあ確かにな、うん、本当に初期で俺しか出てない時だったからね。そ そうなんだよね、うん、山ちゃん入る前だもんね。入る前だもんね、まあ、だから低かったんだと思うな。山ちゃん出てればもうちょっとね、あの上だったんじゃないかな。あーなわけねえだろ。いやいやそんなことないよ。いやいや多分ね、これあれだって山出てなくても、うん、もうちょっと俺がモノマネうまかったら上がったかもしれないよ。ああそうですか。そうだ、これに関しては、うん、山が出てようが出てまいが一緒一緒。うん一緒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 なのね、うん、一緒じゃ困るんだけどなと俺は思うよ。いいですか。もうそうだ ね、 いいですね。もうねそんな引っ張ることもないんですよこれ、うん、確かに、ね、まあマスクだけにね、うん、もうまあ、まあ、ね、まあ、こういうね動画が、うん、まあ過去にあったっていうことで、そうだな、それを反省してうん、うん、ね、思い返して反省して、うん、今後より良いね、そうだね、動画作りを ね、興味を持ってるようなね動画ね、そう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 作っていきたいなと思います、うん、まあ無駄じゃないからね。まあね、そういうのもね、うん、それのあっての今ですから、うんうん、はい、うん、そうですね。じゃあいいんじゃないですか、締めてもらって。そうだね、いかがだったでしょうか。もしよろしければチャンネル登録、そして交換色、交換色よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ヤッコーオカメでした。ヤッコー山でした。俺だ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 多分それらは多分悪いと思うな。